チャイナエアライン120便炎上事故とは2007年8月20日に日本の沖縄県那覇市にある那覇空港で発生した航空事故である。台湾の台湾東円国際空港発那覇空港行きのチャイナエアライン120便が那覇空港到着直後にエンジンから出火し爆発炎上した。事故機には乗員乗客165名が乗っていたが 火災が広がる前に全員が脱出したため、機体は全焼したが死者は出なかった。2006年に広島空港で撮影された自己機チャイナエアライン120便は午前10時27分に那覇空港滑走路18に着陸後41番スポットまでタキシングしたが、その途中で機体右側の第2エンジンから煙が出ているのを管制官が目撃。また地上にいた整備士は 1> 第1エンジンから燃料が漏れているのを確認し、機体にインターコムを接続して機長に緊急脱出を要請した。午前10時32分に第2エンジンから出火した。機体は午前10時34分に41番スポットに停止したが、乗客の緊急脱出中に第2エンジンが激しく炎上した。火は地上に流れ出た燃料に燃え広がった後、風下にあたる。 左側の第一エンジンに燃え移り、午前10時35分に機体が爆発、炎上した。飛行場を管理する航空自衛隊那覇基地は、所属消防小隊を出動させ破壊機、救難消防車で消火に当たった。その他空港内の航空局消防隊、管轄の那覇市消防本部、さらに、浦添市、糸満市、富城市、東部消防組合、島尻消防。 清掃組合の各消防本部から消防隊が出動し、火はおよそ一時間半後に消し止められたが、機体はほぼ全焼した。乗客は全員が機外へ脱出死者は出なかった。脱出に要した時間については、国際基準である九十秒ルール、CI は六十秒としているが、国土交通省の報告は約二分としている。爆発時まで機内に残っていた運行乗務員二名のうち、 副操縦士はコックピットの左の窓からの脱出を試みたがすでに炎が強く右の窓から身を乗り出したところでためらい、その後に起きた爆発のショックを受けて地面に落下した。最初の爆発の際、操縦席は爆風の直撃を免れており、直後に機長も飛び降りた。このような際どい場面もあったほか、乗客の男性と女児が脱出後に気分が悪くなり、 病院に搬送された。また客室乗務員1名が爆風で転倒し、事故発生時現場に合わせた地上の整備員1名が負傷した。地上業務を CI から委託されていた日本航空系列の日本、トランスオーシャン航空や、その他の JAL 系列会社の地上職員が脱出の手助けを行った。また、機長は避難誘導の機内アナウンスを行わず、直接乗務員に避難を指示させた。 これについて、機長本人は適切な判断だったとしているが、日本のマスコミは誘導方法として問題があると評した。この事故を受けて、那覇空港は一時滑走路が閉鎖されたが、事故当日の午前11時頃までに規制は解除された。事故発生の際、那覇空港事務所が、那覇市消防本部への119番通報を失念していたことが後日判明し、 そのため近くの瀬長島にいて事故を目撃した非番職員によって那市消防本部に初めて連絡が入り消防が出動している。日本放送協会の総合テレビとテレビ東京を除く各キー局では報道特別番組を編成して対応した。第89回全国高等学校野球選手権大会のテレビ中継を行っていた NHK と朝日放送では NHK ではもともと一部時間帯で放送されている教育テレビでの放送に一時振り替え、朝日放送では一時中断して関連ニュースを放送した。各局のニュースでは140便、676便、642便、611便など、CI の過去の事故と合わせて報道した。炎上事故が起こった場所が国内線、ターミナルビルの北ウィングに面していて、 同ウィング2階にある登場待合室や同、ターミナルビル3階の見学者デッキからよく見える場所だったため、ビデオカメラや携帯電話で事故の様子を撮影していた利用客や送迎客がおり、これらの映像が提供され、事故当日の午後以降のニュース番組などで放映された。また、那覇空港近くの沖縄都市モノレール本社にウェザーニューズがお天気カメラとして設置している。 定点カメラに爆発後の黒煙が鮮明に映っており、事故当日のテレビ朝日系列、スーパー J チャンネルで放送され、ウェザーニュース公式サイトでも画像が公開された。全国 FM 放送協議会、加盟 AFM ラジオ局では、事故発生時に、東京 FM 製作、赤坂安彦のディアフレンズを放送しており、番組の途中でこの事故に関するニュースが流れ、番組終了後に、 JFCI は事故当日の夜に記者会見を行い事故を起こしたことについて謝罪を表明した。翌21日に社長が来日し、まだ沖縄に滞在していた乗客に見舞い金として一人につき100ドルを渡した。また、23日に荷物の保証金を支払うと表明した。また、捜査当局の許可を得て8月21日に事故機の 会社標識や社名を白く塗りつぶした。これは座礁や事故を起こした民間船舶が煙突部分の標識を塗りつぶすのと同じく航空機においても国際的な慣習となっている。しかし日本の報道機関はこの習慣について触れず企業イメージの低下を避けようとしていると批判的に報じた。同社の本社が所在する台湾では 迅速な対応を行い死者を出さなかった基調を永遠融資している。2007年8月22日には副総統のよ、修練が基地と態度をみんな学ぶべきだ。最高の敬意と感謝を伝えたいと称賛し、中華民国総統府にて基調や客室乗務員に対し記念カップを送った。一方、CI の対応について日本のメディアは批判的な立場を取った。 特に、真相報道を番記者は、事故後一週間にわたり、乗客に取材して、事故の様子を再現、検証し、煙が出て、炎が上がっているにもかかわらず、乗務員は席に戻って座るように指示した、機内放送装置を使った中国語、英語、日本語による、避難誘導アナウンスは聞こえなかった、非常を口を開けるように要請したが、客室乗務員はすぐに対応しなかった。 脱出時に滑り降り方などの説明がなかった等の証言を紹介して、整備不良の問題のみならず、乗務員の安全に関する意識の欠如や訓練不足について指摘している。一方で、炎上している中で緊急脱出を最優先させるために、機内放送装置を使った複数言語による避難誘導アナウンスをすることや滑り降り方の説明は、 物理的に難しかったのではないかという他社、客室乗務員からの指摘もある。事故発生当初から最初に燃料漏れと発煙が確認されたことが報じられていたため燃料漏れの原因に関心が寄せられた。各メディアや専門家は当初様々な説を唱えており、富士テレビは一時、ウィングネット等再改造が火災の原因の疑いもあると伝えた。しかし、 当該機種737から800のウィングレットは、ボーイング車で純正オプションとして取り付けることができる仕様であり、根拠の乏しい報道である。また、原因をエンジン火災に求める観点から、乗務員がエンジンの発火を認識して、停止操作や消火操作を行ったか、あるいは燃料を送り出すポンプの作動を止める操作を行ったかについて注目する指摘もあった。 事故後の事情聴取で運行乗務員らが火災の通報を受けてエンジン停止、消火処置を施したと証言し、8月24日に発表されたボイスレコーダーの解析結果でこの主張が裏付けられた。パイロットたちはタイヤが破裂、内視は発火したのではないかと推測した。やがて地上整備員による最初の目撃証言が広く伝えられ、発火。 爆発の原因として機体からの燃料漏れに注目が集まった。右翼の燃料漏れと右側主翼か、第二エンジンの発火を二人の整備員が目撃しており、東京大学の加藤勘一郎名誉教授は漏れた燃料が高温になり、それが空気と混合された時に爆発したことも考えられると述べており、各メディアもこの説を広く報じた。 燃料漏れが発生した右側主翼か、第二エンジンは、激しく炎上した左側主翼か、第一エンジンとは別である。燃料漏れは、長時間の飛行によって生じる機体の腐食、亀裂などが原因となることが多い。しかし、最新鋭の機種であり、まだそれほど長時間は飛行していないボーイング737から800に、そのような危険性はあり得ないとする意見もあり、機体の燃料漏れについては、 エアトランサット236便滑空事故のような整備時の部品交換のミスによる可能性も指摘された。また、最初に燃料漏れを目撃した整備員がパイロンと翼の接合部分付近から燃料が滝のように噴出していたと証言したことから燃料パイプの内太い箇所が外れでそこから大量の燃料が流れ出た可能性が指摘された。あるいは、 滑走路走行中やタクシング中に路面の異物をタイヤで巻き上げ燃料タンクやパイプに当たって穴が開いた可能性も指摘された出発時の燃料搭載量と到着時の残量から見て飛行中に燃料が漏れていたとは考えにくく着陸後に配管に何らかのトラブルが生じたとの見方もあったタンクに突き刺さったボルト8月23日に 行われた国土交通省航空鉄道事故調査委員会の記者会見ではタンクに外からボルトが突き刺さって壁面が裂けている様子をタンク内部から写した写真が公開され翼のスラットのアームの先端部分が破断して脱落したボルトが何らかの理由で燃料タンクを突き破り大量の航空燃料が漏れ廃油口を伝ってエンジン部分で噴霧状態になり エンジンの余熱で発火、炎上したのが主な原因とした。ボルト脱落について、整備士や専門家からは通常ではありえない、事故原因だという指摘も出た。同24日に、ボルトにつけるべきワッシャダウンストップストップロケーションが、外れていたこと、また、アームの穴よりもボルトの頭、ナットの大きさが小さく、ワッシャ等がないと、ボルトが穴を通り抜けて脱落する。 可能性があることが報じられ、脱落したボルトがアームに押されて燃料タンクを突き破ったとする見方が強まった。ボルトの脱落原因が設計に起因するものか、製造時に起因するものか、あるいは整備不良なのかは引き続き調査されることになったが、ボーイング737型機では設計上の要因が元になっていると思われる、同様のボルト脱落が過去に2件起きており、 これを受けて2005年に製造元のボーイング社が航空各社に注意喚起の文書を送付していたことも判明した。また、今回の事故を受けて国土交通省はボーイング737の同系列機を運航するエアー日本とジャルスカイマークの国内各航空会社に対してボルトの取り付け状態を確認する胸の対空性改善通報を出したが、 8月30日に国土交通省はエアー日本のボーイング737-700型機においても事故機で外れていたのが確認されたのと同じ和車が欠落していたと発表した。同様の検査はアメリカでも行われたがサウスウェスト航空などの複数の航空会社に所属する同系機で同じような不具合が複数機から見つかった。2009年8月28日に 事故を調査していた国土交通省運輸安全委員会が報告書を公表した。調査報告書によると事故機が那覇空港に着陸後にスラットを格納した際、右主翼の一番内側に位置する第5スラットの内側にあるトラック間に波行が生じた。この波行から前園スラット側に燃料が漏れ出し、事故機がスポットで停止した後、 漏れでと燃料が高温になっていたエンジン後部に接触して引火火災が発生したものと推定した。飛行中に燃料漏れで火災を起こし墜落した事例は過去にもあるが、この事故のように着陸後に駐機場まで自力で移動してから燃料漏れで火災が発生し機体が大破した事例は極めて稀である。以下に駐機中の火災もしくはボルトの脱落に起因する事故を例示する。 ありがとうございます。